問です。今世界は大変な困難の中にいます。支配する悪い人たちのことも私は知っています。もうどうしたらよいか分かりません。どうしたらよいでしょうか。世界は確かに混乱の中にいます。しかしある意味真の正しき世界へ向かっているとも一方で言えるのではないでしょうか。この万物の世界、創造の主体の夢のような、それは科学的にも素粒子の性質、それよりももっともっと細かい世界もその性質を見ると、やはり物質映画のような夢のような世界だということが分かってきます。そしてそれは古代から一者の夢、一元に帰する夢というふうに言われてきました。一体である、一人である。では私たち万物は、人類を含めさまざまなものは分かたれて見えますが、創造の主体の夢、その一部分、あなたも私もその夢でできている。創造の主体の、それを神とか天とか神話とか本質とか呼びますが、その夢が一者である、一人である、一つである、一体であるという意味となります。そこからずれたことを、その創造の主体の子どもたちが、それぞれの部分、私たちでいうと細胞たちが、そこからずれたことをするときには、しっかりとメッセージが来るように作られています。どうでしょう。そんなところから世界を見たときに、たくさんの世界を支配しようとした人々、あちら大王信長、アレキサンダー大王、さまざまな方たちが若くして滅びていきました。また子供の代になって滅びていきました。万物の子たちはとても誠実で美しい存在です。残念ながらエゴシステムの中では破壊されてしまいます。自分は悪魔だ、自分はどうせ悪いんだと言っても、その発言は大した効き目もなく、そんな自分が嫌いになってしまいます。人は神の子なので、天の子なので、不正な自分を許しません。本質的な自分を決して許さないように宇宙ができていて、素粒子の海はそうできているんです。ですからそこを避けて通ることが大変難しいのです。いや、不可能なのです。確かに今世界中の人は苦しんでいます。正義の人、愛の人、本質的な人々は苦しんでいるでしょう。しかし分離で、恐れで、憎しみで、悔しさで自我化している人はもっと苦しいのです。その人たちは
ますます自分を許しません。その人たちは誠実な神の一部であり、愛の一部であり、存在の一部であるから決して許さないのです。自らが自らを罰します。それがこの世界の混乱です。皆さんはどう思われるでしょうか。宇宙の仕組みなんです。すべてが愛でできている。すべてが本質でできている。すべてが真我の子、それこそが真の自己であり、ですから自我の野心や念望期待、自我の安全や安定を求めないときに、私たちは存在本体に帰ります。真我本体に帰るために、真我の祝福が自分自身を包みます。そのような安らぎから日々生きることが何よりです。他のことはその人自らに気づかさせ、自らに目覚めさせる、そのことが起こっているだけと見るのが一番良いことではないでしょうか。そしてその至福のことについてや、一体性から生まれる素晴らしきことについて、深き人類の秘密やさまざまなことに触れなきゃならないので、クローズされた空間でまたお話します。以上です。